Listen to me presented by campus 23個目のエピソードです。今日は Listen to Communicate。コミュニケート当たり前じゃないかと思うかもしれないんですが、この Listen to Communicate ということについてちょっと考えてみたいなと思うんですね。でちょうど、えー、っと、これが Listen to Me の 6回目ですね。だいぶ前になりますね。8月6日、6個目のエピソードで、listen and communicate with listen というそういうのを書いてる、書いてるっていうか喋ってるんですね。listen and communicate with listen と要するにこのプラットフォームの listen で、えー、聞いてコミュニケーションしましょうというねことで、これ結構長いんです35分ぐらいあるやつなんですが、ここでまあ、いろんなこと言ってるんですけども。 まあ要はたわいのもないおしゃべりが結構大事なんじゃないですかというようなことも言ってるんですよね。人間のコミュニケーションにとってはたわいのない会話っていうのは結構大事なんじゃないかななんて話もしてるんですがでそれでまあこの「リスン t e ではこうでは少しねいろんなことをえちょっとこだわって考えようということで,でそれでえ19個目のエピソードですかね、え。ー Listen for what? 何で聞いてんのってね。リスン・フォー・フォー・フォま改めて何で聞いてんだろうってね我々はいうのをちょっと考えようということで始まってて今そのシリーズなんですね。でそれで20回目がリスン・トゥ・トークやっぱり聞いたらしゃべんなきゃねっていうね一方的に聞いてるだけじゃつまんないよねっていうことでリスン・トゥ・トークこれ20個目のエピソード。で22個目 エピソードでリスン・トゥ・シェアってねちょっとシェアの意味を広げて、えーまあ、シェアって言葉 SNS ではよく使うんですけどもリスン・トゥ・シェアということで結構シェアする文化っていうのは高度な文化なんですよなんていうことでボノボの話、えー、霊長類のねボノボの話なんかも入れながらリスン・トゥ・シェアという話をしてでそして、えー、ちょっと戻って 21個目のエピソードで「リスンとエンジョイ」ってやっぱ楽しまなきゃねっていうで楽しむのも単なるこう表面的な楽しみじゃなくてみたいな話をしたんですが今日はちょっとこの「リスンとシェア」っていうシェアするっていうのも日本語訳すと「共有する」って訳したりするじゃないですかで「コミュニケート」っていうのも共有するって意味合いが結構強いんですよね。 でシェアとコミュニケートってどう違うんだろうっていうことにまたこだわって考えるわけですけども、えー、これ22回目のエピソードで「Listen to Share」のとこで少し話したんですけどシェアっていうのは自分の持ち物を誰かに与える分け与えるだから自分の身を削って誰かに与えるってそういう意味での共有なんですよねシェアっていうのは実はね。あのでコミュニケートっていうのは ちょっととそれと違うんですよね。例えばシェアの場合は A さんと B さんがいて A さんが A さんのおやつの半分を B さんにあげるという形になるわけですよね。あくまでも私的に個人的に持ってるものを他の個人に与えるという関係が基本なんですよね。リスントゥシェアでその…まあ 他の個人いいってももそれは不特定多数ででいいわけですよねある人が、えー、例えば SNS 上で何か情報をシェアするっていう時にはある人がその情報をまあ不特定多数にシェアすると分け与えるっていうそういうイメージになるんですけどもあのコミュニケートってちょっと違うんです ですよね、どう違うのかなっていうことで言うとコミ,ュンコ,ミュコミュニケートってコミュニティあるいはコミューンって言葉でやっぱ共同性とか共同体とかいう、えー、意味合い強いんですよねでそれだけじゃなくて例えば、えー、ルームシェアって言い方ありますねルームシェアルームシェアっていうのはあるルームを、えー、シェアする まあ2人で住むとかねいう形でやっぱり自分の取り分が減るわけですよねルームシェアっていうのは。でそれに対してあのコモンルームっていう言い方もあるんですよコモンルームこれ、まあ、コミュニティの語源ですけどねコモンルームっていうのがあってコモンルームっていうのは実は誰かの場所というよりみんなの場所なんですよね。えー、例えば、 部屋をシェアするって言うとやっぱり自分全部自分のとこスペースだったのの半分を誰かにシェアする分け与えるなんだけどコモンルームになるとそうじゃなくてもともと共有のスペースまあ一種の広場みたいなもんですよね。なのでみんなの共有物っていうことであのシェアみたいに何か自分のものを誰かに分け与えるとはちょっと違うそれとはちょっと独立したこう。 共同的な空間とか共有の空間という意味での共有になってくるんですよねだから誰かのものというよりも誰のものでもないみんなのものという意味でのコミューンコモンコミュニティっていうコモンですねコモンスペースっていう言い方になってくるで,で,でなんでそこをこだわるかっていうとリッスンというコミュニケートコミュニケートってのだからそういう意味合いも含んでくるというね 単なるシェアじゃないし単なるトークじゃないしという話でリッスン・とコミュニケートって時にはやっぱそこにこうつまり一対一で誰かが誰かに情報を与えるんじゃなくてそこにこう複数の人間の間に共通の空間が生まれる共有の共同の空間が生まれる。 公共公公共共ですね公共的な空間公共って言葉が一番近いですかね公共的な空間が生まれるっていうこととやっぱりコミュニケートっていう言葉は実はつながってるとただ普段私たちはコミュニケーション取るって時にはねもう1対1でもコミュニケーションとるっていう使い方しちゃうからえー、ねなんとなく区別がつかないんだけどやっぱりそこにはコミュニケーションっていう時にはやっぱりこう 公共的な空間って、えー、公共的な空間というのの存在がやっぱりあるんですよね。だからもっと言うとコミュニケーションを取るとかコミュニケートするって時にはその公共性がなきゃいけないってことなんですよね。でここがまた難しい話なんですね。でこれを「レッツエンえ」レッツじゃない「リスン・トゥ・エンジョイ」っていうね21回目に話した「エンジョイ」の話ともちょっとつながるんですけども「ジョイ」 っていうのにはこう単なる楽しむというよりもやっぱり恵みとか恩恵とかってねそういう,こう意味合いがやっぱりあってえジョイフルジョイフルって言った時にはちょっとこうまあ神の存在まではいかないにしてもやっぱり何か天の恵みみたいなねえ意味合いが。 結構実は昔は昔あったんですよね。今はだいぶなくなっちゃってますけどねエンジョイはねなのでそういうジョイ「ジョイ」「ジョイ」というのは少しこう何かこう自然とか天とかあるいは社会とか世の中からね、えー、のなんかこう恩恵とか恵みみたいな意味合いがやっぱりちょっとあると思うんでなんかそういう意味でのエンジョイできるようなコミュニケーションあるいは とコミュニケートっていう時のコミュニケートの質というか何ていうのかな単なるシェアじゃないというね、えー、意味でのコミュニケートっていう部分というかそういう領域があるんじゃないかななんてね、えー、思って、えー、しゃべってるわけですけどねこれなかなかうまく表現しにくい,い,いんですが。 でそんなのに関連してまた戻って申し訳ないんですが6個目のエピソードで「リッスンコミュニケートウィズ n ッスンとっていうね、えー、ところはちょっと35分ぐらい長く長い回なんですけどここではそういうちょっとなんとなくそういうコミュニケーションみたいな、えー、ちょっと公共的な空間みたいな、えー、意味合いでの共有というね、えー、ことが 少しこう表現したくてえちょっと長い回になってるんですけどねまあもし興味あればねあのこの特に6回目まだえ聞かれてない方は6回目のエピソードちょっと長いですけどでもこれがねリスントゥミンの中で一番聞いていただけて一番あの最後まで聞いていただいた率も一番高いというねだからえ短きゃいいってもんじゃないですねこの えー、ポッドキャストっていうのはねその長さの問題じゃないと最後まで聞いていただけるかどうかって長さの問題じゃない何の問題なのかっていう問題ありますけどねまあそんなことで「リッスン・フォー・ファットという19個目のエピソードからの続きの話になってるんですね、えー、202122とね で,で今日は「リッスン・トコミュニケート」っていうことなんですがくどいねこれね今日の会はね、えー、6個目のエピソードを是非聞いていただけるとまあその辺のこう雰囲気というかちょっとやっぱりそこは区別した方がいい単なるシェアじゃない、うん、単なるトークじゃないそういう意味でのコミュニケートっていう世界がやっぱりあるのかななんてね思ったりしてるので。 えー、この「リスントゥーミーはねどうでもいいことを、えー、くどぐだぐだとこうぐちぐちと考えるというそういう番組ですので今日はちょっとコミュニケートっていう、えー、言葉にねちょっとこだわって喋ってみましたちょっとくどい回でしたねこれね次回どうしようかな困ったなということでではまた。